あ、何が必要なんやっけ？銅のクワにしてもらいたいんやけど。銅が30個いるんか。あ、待って、私銅めっちゃ出荷しよるわ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。春の月12日目、よし頑張っていくか。おはよう。のび太くん。おはよう。ドラえもん、どうしたの？すごいよ。2日後は感謝祭だよ。別にすごくはないけど感謝祭毎日の感謝の気持ちをクッキーで伝えるんだ。2日前に言いに来てくれるのか。何？クッキー？うん、クッキーは小麦粉とバター、それから綿棒があれば作れるよ。小麦粉とバター、綿棒持ってないよ。えっ、2日後クッキーを渡したら次の感謝祭で一番仲のいい人からお返しがもらえるんだ。綿棒とかって、え、でもキッチンなかったら作れんよね。多分みんなは誰かにあげるのかな。さっき雑貨屋さんに言いに行ったら、キラルちゃんがランチくんにあげるって言って張り切ってたよ。なんかいつも通りって感じだね。ランチくんをたくさん作るって言ってたよ。さすがランチだね。そうだね、のび太くんも渡してみたらどう？そうだね、考えてみるよ。またね。そのためにはキッチンが必要なのではないでしょうか。そしてキッチンを作るためのキッチンを作るためのお金とかもね、あ、一応動画外とかでもね、お金めっちゃ貯めたりとかしようんやけど、取り出し、さ、水をやりますか。まずはね、朝起きたら畑仕事から、あ、違う、こっち虫取り網も欲しいし、カバンも欲しいし、小麦粉とバターと綿棒って言った。使えるんかな。まあ、その前にまず買えるかどうかわからんけど。え、でも一応お金はね、結構1日に2000ゴールド、ゴールドやっけこの単位。2000ゴールドぐらいはね貯めれるようになったんやけど。で、まだね、ツルハシを強化できてないけん、あ、なくなった。ツルハシの強化ができてないけん、まだあの、2層目までしか行けてないんよね。でけん、まだまだ全然。あ、でも行けて、3層目。たまーにこう、硬くない部分に、あ、雑草生えてくるのか、やっぱり。なるほどね。岩と木は復活せんけど、雑草は復活するんや。くっそ。あれよね。ツルハシの強化をしたんやけど、ランチ。いや、のび太、春は新しい気持ちになるね。あ、初めてランチと仲良くなった。そう、このね、あの、定期的に、その下に、左下に出てきよる、あのやつが、この、どこだ、スタンプのやつなんやけど、これなんか一応、動物スタンプとか色々あって、で、なんかご褒美？これ7分の0。まあ、私動物何も飼ってないけん、あれやけど、これ7個全部揃ったらご褒美にのび太のかかしとか、ここも仲良しスタンプとかあるんやけど、なんか一応私でもできそうなのはあれやった。このお買い物スタンプ。今6分の2クリアしとって、あと4つなんやけど、とりあえず買い物をすればいいだけみたいな。あ、でも鶏屋と動物屋はちょっとな、厳しいかな。厳しいかもしれないな。はい、自然タウン西。そして自然、あ、でも自然タウン東に行ったところじゃないよね。まだお店開いてないやろ、だと。この辺に置かれとるものとか別に関係ないやろ。あれは？ここ。開店10時からか。まだまだよね。どうも、お散歩にはちょうどいい季節ね。ですね。どうしよう、とりあえず、あれかな。とりあえず岩を掘って、あ、静香ちゃん。今忙しいのごめんなさい。え？なんで忙しいの？病院そっちの方向じゃないんですけど。そっちの方向じゃないんですけど。絶対今なんかちょっと休憩とかさ、遊びに行きよるところやん。すら相手してくれる。親のビットちゃんどうかしたの？いや別に全然、どうもしてないんだけどね。なんとなく話しかけてみてよ、パスチーさんに。さあ、それじゃあとりあえず
掘って時間を経たせて、でそこからどうしよう、とりあえず鶴橋の教官に行きたいかなと私は思うのだけど、ボロの釣り橋、釣り橋じゃない、釣り橋。おお、やった !2 回目で。ふぅ。あ、これね、なんか前に、こうなんか、下に降りていった後で、なんか疲れて、かなり疲れて、外に出て昼寝とかしよったけど、あれやっぱりね、やっぱり2回降りとったけど、一番最初の、1回一階の層の部分しか、このロープ残ってないっぽい。なんか一階、外に出て戻ってきたら、このロープのところの穴めっちゃ塞がれとる。けん、また掘り直しみたいになるよね。辛い。ちょっと待って。こういうの大抵横とかに。ないわ。ないわ。結構ね、すぐ隣に、あることが、ほら、多いんよ。さあ、地下2階。そう、地下2階までは来れるんやけどなぁ。そこから下がね、もうどん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 来れない場所が増えてくるから、あとちょっとやね。あとちょっとで、あ、そこはダメよ。あとちょっとで回転しますね。荷物がいっぱいですって。なんてこったい。あ、回転したんじゃない?行こう行こう。さあ、とりあえずこれで一旦出荷してから、こっちか。てか、なんか飛び盛りとかを見よるけんか知らんけど、虫でかすぎません？なんか、蝶々とかめっちゃでかくない?やばいよね。あー、早く、できてくれないかな、作物。はい、出荷。この辺のやつを結構なんか出していけるだけで、2000ゴールドとかなるけん、結構いいよね。石材はもうめっちゃ溜まっとるけんね。こんな感じ。はい、2個目の99が出来上がりそうな勢いです。さあ、それじゃあ行こうか。とりあえず今の私のお金が、お金どこで見るんやった、こっちじゃないか、こっちか。ほら、今の私のお金が4623ゴールド。お、なんか思ったより溜まっとった。のび太が早起きなんて珍しいね。牧場主なんで。え、もうあれじゃないの?開店時間じゃないの?なんでここにいるの?ちょっと待って、雑貨屋。え、開いてないんですけど、どういうこと?10、あ、そっか、15時からか。15時からか。つらーい。え、じゃあこっちは開いてるよね。おう、よく来たな。ほら、何か作ってやろうか?はい、作ってください。道具のグレードアップ。あ、何が必要なんやっけ?銅のクワにしてもらいたいんやけど。銅が30個いるんか。あ、待って、私銅めっちゃ出荷しよるわ。あ、そっか。あ、ちょっと待って。鉱石買うのは?銅鉱石、うわ、やっば、たっか。たっか。それはちょっとよろしくない。春は歩き回りたくなるのよ。あ、初めてティーと仲良くなったよ。やったね。え、辛すぎる。昼寝の季節じゃ。初めてブルーと仲良く。天気がいいと思わず出かけたくなるわね。そうですね。そっか、銅を集めてこないといけないのか。30いるって30。やばくない?私今体力どれぐらいやっけ?じゃあこっち?じゃあこっちや。今の体力が32か。一旦寝よ。お昼寝でちょっと2時間ほど飛ばしまして。よっと!あれやね、銅置いとけばよかったね。あ、てかあれやね、こん中にまだあるんじゃない?出荷箱を開きまして。あ、ほらほら、銅13個あるよ。ってことはこれをちょっと元に戻して。ってことは、あとちょっとや。何やってんの?のび太さん頑張ってる?春の牧場はいい匂いがするわね。いい匂いするのか、自然の匂い?さあ、これで、あーよかったー。とりあえずまだ、回収されていく前で。ってことは、あっという間に集まるんじゃない?そうでもないかな。
さあ、行こう。二段目ぐらいでまあ大丈夫でしょう。えい！いや、銀はね、お金にはなるんだけど。えい！お金にはなるんだけど、ちょっと今は。はっ。ちょいと待って。あ、こうじゃないわ。ちょいとね、今。これはどう捨てるんでしたっけ？あ、そっか。一旦開かんといかんのか。めんどくせえ。え？捨てるっていう、あ、これか。はい。はい、捨て。並び替えじゃないわ。これで捨てます。はい。銅が欲しいの、私。えい！あ、来た来た。えい！ 14。えい！えい！うわぁ、違う。ちょ、待って、石材もいっぱいあるからしばらくちょっといいんだ。はい。14。えい！えい！お願い出て。疲れてきた、疲れるなよ。疲れるなよ。はい、15、あと15個。あと15個よ、あと16。えい！あ。16。こ。16。えい！えい！ない。えい！えい！ああ、全然出てこねえ。ガラクタ。ガラクタはどれくらいの金額で出よんやろ。えい！出よるというか、あ、下に行けた。やった、地下3階。17。こ。えい！地下3階初めてじゃない？多分。多分。あ、でも食べ物とか持って降りてこんとさ、あれやんね。あ、1とかじゃなくて。食べ物とか持って降りてこんかったら、結局外に出て休んだらさ、また1からやけん。つらい。つらい。18。えい！オウム街初めてじゃない？多分。18。ちょっとどうしよう。鉄鉱石。何かしら。あー、でも結構かかりそうやな。その前に疲れそうじゃない？18。おう、そこは違うんだ。その分も体力消費されよんかな。辛い。あ、そっか。ガラクタが。もうガラクタ入ってこないで。はい。化石とかは結構高価で売れたりするんかな？どうだろう。荷物がいっぱい？くっ。あれや、ジョウロとか置いてくればよかったやんし。あ、ちょっと待って。化石とか高価で売れるんかなって言いながら捨てていくやつ。19。20。あと10個。はぁ。あ、かなり疲れてきたわ。くっ。ここまで来て。待って、これで、とりあえず、寝よ。21時。17、18、19。いや、19時まででいいやろ。寝よ。え、でも19？どれぐらい回復する？あ、今日610ゴールドや、やべえ。やべえ。でも、このね、何？この、一回外に出て、休んで、入ってきたら、こうやって、地下2階以降のロープが消えるわけやけど、消えるわけなんだけど、あれなんよね。この硬い岩の下に、移動してしまっとることもあるけん、その時だいぶ大変なんよね。辛い。シダ植物。なんかどんどん拾ったことないものが増えてきたけど、銀はやっぱりいるよね。と思うので、この辺を、あ、待って、一個ずつになった。はい。えい！カバンが欲しいな、カバンが。カバンってどれくらい入るんやろ？で、まだね、カバンをね、えい！こ、ゲットできるほどのお金は持ってないんだな。あとちょっとなんだけれど。でも、あとちょっとって言っても、あと8いるけんな。並び替えじゃない。はい。え
あっち。ほら、さっきから私捨ててばっかりやもん。つら。あれ、ガラクタさっき捨てんかった？別のもの捨てたかな？えい！えい！八。こう。だってこれやったら拾うものがさ、全然拾えんもんね。えい！銅鉱石は一番上の階にもあったんかな？それやったら一番上が、まだ結構、まだ結構っていうか全然掘れてない状態やけん。そこに行けばいいんだけれど。あ、もう全部開いた。えい！よし。えい！一番上が、あ、来た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 。あと7やろ。あと7。え、てか掘るぐらい掘らせてほしいよね。荷物がいっぱいやけんってさ、この道具、アイテムが、拾うアイテムが被ってなかったら別に全然持てるわけやん。えい！はい、あと6個。これでなんか、どれを捨てますかとか、これを取るのをやめますかとか、そういう風にしていただきたい。あ、そろそろ体力が限界。倒れそう、伸びた。倒れたらどうなるんやろ？病院に運ばれるんかな？ちょっとそれも見てみたいんやけど。一回ぐらいね。なんかそれもスタンプとかあるかもしれんやん。もしかしたら。結構ツイッター上で、なんか牧場物語っていうよりも炭鉱物語みたいに、みたいな。お、もう倒れそうよ。えい！あ。あ、倒れた。病院？あ、病院や、病院。ここは？あ、ってことはこんな時間にしずかちゃんが駆り出されてるわけですね。かわいそうにごめんね。私のせいで。あ、来た。それが。のび太さん、急に倒れたみたいなの。そっか。ちょっと疲れて。あのね。君ね、そんなギリギリまで頑張りすぎるなんてよくないよ。でも仕方ないんだよ、こわ。だけど。まったく。この町の子供は頑張りすぎるのがよくない。疲れてきたら晩ご飯、晩ご飯じゃない。ご飯を食べるか昼寝をする。わかったね。なんでどの時間でも昼寝なの？病院でも薬を出せるからね。ありがとう。それじゃあ。もう少しゆっくりしていきなよ。よろしく。静香くん、見てあげてね。はい。こんな時間にずっと働きよったんから、もしかして。じゃあね。え、それじゃあのび太さんは何かあったら呼んでね。全然見てくれんやん。いや、全然去っていくやん。ロコットさんの病院。あ、これ次の日じゃない？ほら、春の月13日や。なるほどね、そういうことになるわけや。てか場所がよくわかんないんだけど、なんかスタート地点が変わると私は、こういうことか。こっちやね。ふぅ、ということで、あ、なるほどね。一回倒れてしまったら、次の日の昼間まで寝かされるわけだね。いや、別にそんなんねんでよくない？あ、でもそういうもんなの。あんだけ働いたらそういうもんなの？よくわからないけど。とりあえず、自宅に戻ってきて、ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことは、大事なイベントの時とかに前の日にめっちゃ働いとったら、午前中のイベントとかはなくなってしまうわけか。つらっ。